へようこそ。お客さんは誰かしら。すいません、いらっしゃいませ。髪が長いので切ってください。あ、カリスマです。はい、はい、そうです。本当ですか、はい、じゃあお任せするわ。ぜひ。私ね、こんなにも伸びちゃったの。見て、はい、前髪もめっちゃ長いでしょ。今回はショートカットにしましょう。わー、楽しみ。じゃあお願いします。はい、楽しみだわ。どんな髪型になるんだろう。後ろの気にしないで、恥ずかしいわ。ちょっとハゲてる。そう、ハゲてるんですって。その代わりここが多いね。可愛くしてくださいよ。私前髪が多いんですよ。少しずつ切っていきますね。切ったわあ、すごい。あ、なんか軽くなった気がする。そうですか、こんなにも切ったからね。すごい。あ、重っ。持てない。持てない。重いな。そう、後ろの毛は少ないくせに前髪がね、多いんですよ私。じゃあとりあえず後ろの毛にしてもらっていいですよ。ジュキンジュキンジュキン。うわ、うん、前髪がなんか何これ。なんか前髪が立ってる気がするんですけど、気にしてるかしら。なんか私の前髪すごいわ。あれみたいだね、座敷荒らし。もうちょっと切りましょうか。お願いします。やっぱりちょっとこのあたり重いみたいだけど。ちょっと本当にあなたカリスマなのかしら。そうだよ、私不安になってきた。わ、前髪が立っている。だんだんと言ってくると。あれ、どうやったら。すいません。あら、なに。私ここで働きたいんです。あ、そうなの。どうぞどうぞ。私ね、カリスマなの。いや、どうかな。サイズは、あ、間違えました。サイズ。何のサイズ。私のもカリスマなんですよ。そうなんですか。じゃあ私ね、双子の妹がいるから後で連れてくるわ。かしこまりました。ショートカット初めてですか。初めてなんですよ。ずっと長かったの。何年くらい伸ばしてたんですか。10年くらいかな。10年にしては短いですね。あ、そうですか。ちょっとなんか紫式部くらいあるの。全然伸びなくて。そうなんですか、うん、だから夏一気に切っちゃおうと思います、自分で。あ、さすがカリスマだわ、はい、大量の髪の毛。あ、ここハゲてるからちょっと少ない。ハゲてるですって。何にもです。なんかバサバサ立ってるんだけど、気のせいかしら。どう、綺麗になったでしょ。どうです。こういう髪型が流行ってるんですか。そうです、おかっぱっていうのが流行ってまして。ニャニャタウンではね。あ、ニャニャタウンではね。あ、そうなんですね。このピンピンが流行ってるって感じです。そうです。あえて巻かずにピンピンに伸ばすっていうのが今の流行りでございます。お値段は、はい、ピンピン17,980円です。ヘアピンもちょっとつけておきましょうか。ありがとうございます。今は爽やかな海をイメージして青色をつけてみました。こんな感じでどうでしょうか。あ、かわいいかも。ありがとう。じゃあ、私しました。ありがとうね。双子の妹も連れてくるから。ついでに、はい、チークします。あ、お願いします。500円引かせていただきます。あ、引いてくれるんですか。ありがとうございます。プラスしていただく。引くって言ったよ、ね、あ、間違えました。やっぱ100円頂戴いたします。いや、サービスでしょ普通。ほら、ちょっとほんのりピンク色になりましたね。どうでしょう。うん、かわいいたま。よし、これで終わります。ありがとう。バイバイ。妹呼んでくるわね。バイバイ。バイバイ。すいません。
すごいパサパサですね。あのさっき私の双子の姉が来たと思うんですけど、はい、私も切りに来ました。お願いします。髪の毛で遊んでるなんて、これはキモいわ。姉の髪の毛です。やめて。私の方が絶対うまいんだからね。私だよ。カリスマさんにやってもらえるなんて嬉ピー。どうかな。あ、この子も後ろハゲてるんだけど。そんなこと言わないで。あれもそうだったですよ。そうよ、何か文句。これ姉の髪だけ追加しましょうか。結構です。どんな感じかしら。見てみましょう。おお。面白い。焼きそば。あ、めっちゃウケてる。私ね、うん、セキョンさんの大ファンかな。あ、私ですそれ。あなたじゃないわよ、セキョンは。私ですよ。お仕事3つやってまして、はい、アイドルと美容師と、うん、あと栄養士をやっています。栄養士なんだ。あの、あ、栄養士じゃなくて、寿司屋さんだった。寿司屋さんかい。私ね、セピョンさんの大ファンなのよ。私です、それ。ちょっと似てないですか。知らない。おーおー、太陽の髪の毛。セピョン。セピョン、こんにちは、セピョンです。よろしくお願いします。はい、大量の歌をヒットしたじゃないですか。はい、それを今から生歌で皆さんに届けたいと思います。新曲です。うれぴー、お聴きください。大量の髪の毛。それ私の歌かしら。あーあー、大量の髪の毛。なんか、いつも思うんですけど、セピョンさんって同じ歌。いいじゃないですか。あ、じゃあ変えますね。ああ、大量の髪の毛。ちょっと私今ね、髪の毛集中してるので。切りすぎて、切りすぎて、こりゃおかぱ今。流行りのおかっぱ。これはまさにおかっぱ。わー、かわいいかも、かわいいかも。自分でかわいいって言ってる。よきそわいが。なんか隣の店員さん変なんですけど。焼きそば焼いてる。あ、変なおじさんだか、あの変なおばさん。完成。私気に入ったわ、ありがとう。ねえねえ、セイピョン、見て、どう私の髪の毛。いいんじゃないかな。ありがとう、やった、セイピョンにも褒められた。さすがカリスマさんだわ。どうもありがとう。ぺっこり。いいいい。あじゃあ、うちにしただけなのに。いいいい。あー、忙しかったわね。変なお客さんだった、本当に。もうあなた新入りシステムまで片付けなさい。私も行かなきゃ。バイバイ。あなた、あとのご来店お待ちしております。じゃあ次回も見てください。バイバイ。また見てね。チャンネル登録お願いします。こちらの